こんにちは、スペカンです。フィンガードラム入門、DTM のためのフィンガードラム入門を使用した生ドラム、電子ドラムの、深掘りレッスンみたいな感じですかね。今日は48ページ02番ですね。シングルストローク8ブレンダーの練習です。同じテンポでも四分音符の2倍の速さになります。メトロノームは四分音符で鳴らすので、メトロノームの音と音の間にも叩く必要があります。ぴったり真ん中のタイミングを狙って均等の感覚で叩けることを目指しましょうと書いてありますね。まあ、この辺がよくわかんない人とかも結構いるかなと思うんですよ。その楽器を全くやってこなかった人。四分音符っていうのが、まあ、メトロノームを四分音符としてした場合こういう感じですね。タン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 、同時に叩けば四分音符です。8分音符っていうのは、まあ、4の倍なので、このピッてなってる間に2回叩くってことですね。でもそういう風に言っちゃうとですね、タタン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 、もう2倍じゃないかってなりますよね。そうではなくて均等に叩くっていうのが大事です。タン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 ってことですね。タン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 っていうことですね。それが8分音符ってことになります。まあ、8分音符っていうのはですね、まあ、よく皆さんが、よくわかるというかよく使ってるかもしれない8ビートって言葉がありますよね。それがまあ8分音符なんだわけですけど、まあ、すごくロックドラムやポップスドラムとかにおいてはですね、すごく重要な音符の一つになるので、きっちりここの練習でですね、なんとなく8分音符を理解しておいた方がいいんじゃないかなと思われます。やることはスネアしか使わないので、前回の四分音符の練習とさほど変わりません。そして目標テンポは四分音符が300で叩けるってことは、150の8分音符倍だと四分音符の300ってことになるので、必ずできますよねっていう目標テンポに設定してあります。ただ重要なのは、四分音符しか鳴ってないけど叩くのは倍の8発であるっていうことをですね、まあ、そこでですね、リズムが狂ったり速くなったり遅くなったりしてしまうので、トレーニングとして基本的に、まあ、よく存在しているってことになりますね。じゃあそんな感じでですね、8分音符をまず右手のシングルストロークでやっていきたいと思います。でまず確認で、メトロノームは75にして、でちょっと一回聞いてみましょう。まあ、すごく遅いですね。でこの状態のまんま叩くとですね、こういうドラムっていうのは難しくて、もちろん遅い方がすごい速いものよりは楽に叩けるんですが、逆にリズムが取りづらいわけですね。なのでこういう基礎的な練習の時は、僕はですね、100未満、まあ、99までは8分音符でメトロノームを鳴らすっていうことを推奨しています。じゃあもう一回聞いてみましょう。これが8分音符です。1、2、3、4ってことですね。で今のが、まあ、8分音符なので、全く今のに重なるように叩ければ8分音符ができているってことになります。じゃあやってみましょう。はい、こんな感じですね。じゃあ次で、またこれも前回と同様、1ずつだったり10ずつだったり上げていってください。じゃあですね、150にします。150にしたらですね、8分音符の、今メトロノーム8分音符にしてるので、すごい速さの、メトロノームが聞こえてきてしまうので、メトロノームをここで1/4、まあ4拍子かな、まあ、四分音符に設定し直します。100を超えたら設定し直してください。それでじゃあ8分音符を取ってみましょう。っていう感じで流れでやっていくっていうことになりますね。まあ、特に注意する点はないです。しっかり四分音符をタン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 って叩く時のこのね、ちゃんと四分の位置にスネアがちゃんとこう同時に重なるように叩いて、速くもならない遅くもならない均等な一定な速度をキープするっていうのが大事になります。じゃあ同じことをですね、左手でやっていきたいと思います。まず75にして、また8分音符でメトロノームを設定します。はい、じゃあやってみます。
まあ、この時ですね、注意するのは、まあ、右手の時もそうですが、なるべく真ん中を狙って叩いていきます。多少ずれたりするのは全然構いません。真ん中狙いすぎて腕がガチガチになったりする方を気をつけてください、まあ、かつリラックスですね。で、できれば同じぐらいの音が鳴るように意識します。でもそれも音を揃えたいがあまり、力んでしまうと意味がないので、なるべくなんとなく同じ力の入り具合みたいなのをマスターしていくっていうことが大事になるかなと思います。じゃあ今度は皮脂分布に戻して BPM を150にします。はい、こんな感じです。まあ、できましたかね、みんな。まあ、この辺からですね、なんかうまくいかねえみたいな人が出てくると思います。そういう人はですね、一つ前の四分布をまたやってみましょう。四分布で300でできれば、基本的には8分布で150叩けるはずなので、何かがうまくいかない、いっていないわけですね。力の入れ具合だったり、クリックが四分布で出てると、同じ速さのはずなのに、早く感じてしまうとかね、そういうのがあると思うので、まあ、行ったり来たりしてみてください。次回はですね、16分布の連打になりますね。そんな感じでお疲れ様でした。